銀座線、日比谷線、千代田線、半蔵門線。うわぁ、東京メトロ複雑すぎる。どうした霊夢？今日、地下鉄の路線乗り換えで思いっきり間違えちゃったわ。ということで、改めて東京メトロの路線図を見ていたところなの。東京メトロは世界一複雑な地下鉄とまで言われてるぐらいだからな。じゃあ、そんな霊夢のためにも東京メトロ全線を徹底解説しよう。それぞれの路線の成り立ちなどを知れば東京メトロをより深く理解できるだろう。うわ、面白そう、ぜひ知りたいわ。では、今日はパート1として銀座線、丸の内線、日比谷線を取り上げる。わかったわ。それでは早速行ってみよう。レッツゴー。最初に紹介するのは銀座線だ。1927年浅草、上野間で営業を開始した日本で最初の地下鉄が銀座線の始まりだ。随分と歴史のある路線なんだね。そうだ。距離にして 2.2km、所要時間わずか5分。黄色の電車が1両編成で浅草、上野間を走った。開業当初は物珍しさもあり2時間待ちの行列ができていたというぜ。黄色い車両というのも随分ハイカラね。そうだな。黄色は暗い地下鉄線内でも明るく感じさせる色ということで、ドイツベルリンの地下鉄を参考にして取り入れられたぜ。その後、銀座線を走る車両カラーとして黄色が定着する。ただ戦中、戦後の混乱期に色見本を紛失してしまった。あら、それは大変。その後記憶に頼って色が復元されていったが、色見本が作り直されるたびに、色目が濃くなっていったようだ。そんなこともあってかオレンジ色の車両が走っていた時期もある。銀座線のラインカラーはこのオレンジ色の車両カラーに由来するんだ。今走っている電車は何色なの？開業当初の黄色が用いられている。浅草、上野間開業当初の電車をモチーフにレトロ調にデザインされた電車だ。うわ、いい感じ。思わず写真に撮りたくなっちゃう電車だわ。さて銀座線の変遷について見ていこう。お願いします。1934年、上野駅から新橋駅まで延伸する。1939年、新橋駅、渋谷駅区間が開通。これによって現在の銀座線区間が完成した。ただ銀座線という路線名がついたのはもう少し後の話で、1953年丸の内線開業を迎えるにあたりつけられたんだ。当時の地下鉄工事ってどんな感じだったのかしら？基本、人力で地下を掘る、シャベルで土を掘り、トロッコで土砂を運ぶというスタイルだな。当時の工法は地面の上から穴を掘る開削工法だ。道路のすぐ下の浅いところにトンネルを建設した。そのため銀座線は東京メトロ全路線の中で地中の一番浅い位置を走っている。ほんとだ。その後新しい路線ができるたびに東京メトロはだんだんと地中深く掘っていくのね。また建設費削減のため銀座線のトンネル断面は必要最小限の大きさしか掘られなかったぜ。あ、だから銀座線は天井が低いのね。電車の屋根部分が地下天井のスレスレを走っているわ。トンネルが狭いことから銀座線は全長16メートルの車両しか走れない。かつ駅ホームも小さいから6両編成が限界だ。ちなみに通勤型車両の主流は全長20メートルの10両から12両編成だぜ。銀座線がいつも混雑しているのは利用者数が多いのもあるけれど、電車も小さいからだね。トンネルの天井が電車の屋根スレスレのところにあるため、車内冷房装置の屋外機を屋根に取り付けることもできなかった。銀座線の電車冷房化が実現したのはようやく1990年以降だ。結婚身の上に冷房がなかった時代はさぞかし大変だったろうね。では銀座線の主要駅を紹介しよう。まずは銀座駅。路線名にもなっている銀座線を象徴する駅だ。都内屈指のオフィス街でありながら高級ショッピングや高級グルメが立ち並び、日本を代表する繁華街だ。銀座でショッピングなんて憧れるわね。銀座駅の開業は1934年だ。開業にあたり銀座松屋そして銀座三越が資金提供をしているぜ。そんな銀座駅には松屋三越前という副駅名がついている。1日あたりの乗降人員数は、2021年度のデータによれば15万8810人だ。銀座線の中で最も乗降人員数が多い。過去には1980年代1日平均乗降人員数が30万人を超えていた時代もあるぜ。当時はまさにバブル絶頂期。ザ・銀でシースーの時代だね。続いて渋谷駅。渋谷駅は銀座線で唯一地上にある駅だぜ。どうして渋谷駅だけ地上にできたのかしら？渋谷という土地はその地名通り谷底にある町なんだ。渋谷駅の直前、表参道駅まで地下を走ってきた銀座線は、渋谷で谷の中腹から顔を出し地上に現れる。当初渋谷駅が作られたのは東急百貨店東横店西館3階だ。うわ、百貨店の3階に駅があったのね。驚きだわ。2020年、およそ130メートル東側明治通り上に高架駅として銀座線渋谷駅は移設された。地下鉄の駅なのに JR 山手線よりも高い位置にある。地上3階に地下鉄の駅があるなんて面白いわね。続いて浅草駅。上野駅とともに日本で最初にできた地下鉄の駅だ。そんな銀座線浅草駅の4番出入り口には浅草観音にちなんだ屋根が設置され、通称赤門と呼ばれている。うわ、浅草らしいデザインね。この出入り口のデザインは、
当時の東京地下鉄道が募集した検証設計図案の当選図案から採用されたんだ。2009年、その浅草駅4番出入り口が近代化産業遺産の一つとして認定される。今でも現役で活躍しているところがすごいわね。丸の内線の開業は1954年、銀座線に次いで2番目に開業した路線だ。池袋駅から荻窪駅を結ぶ本線と中野坂上駅から方南町駅までを結ぶ分岐線で構成されている。池袋駅から東京駅を経て新宿駅まで、この時系で結ばれているのが特徴だ。あれ？よく見ると丸の内駅というのはないのね。そうだ。丸の内線と称しているが丸の内駅は存在していない。丸の内線という路線名は、東京駅付近の地名が千代田区丸の内であることに由来する。ちなみに1970年住居表示が丸の内から丸の内へと変更されたが、路線名は丸の内のままだ。丸の内線はいつ頃から建設が始まったの？丸の内線の建設工事が始まったのは1942年だ。だが戦況の悪化により丸の内線工事は一時中断してしまった。工事再開は1951年。およそ10年近くも中断していたんだね。トンネル工事は銀座線と同じ開削工法で行われたぜ。そのため丸の内線も銀座線とほぼ同じ深さで地下路線が走ることになる。丸の内線にはどんな車両が走ったのかしら？銀座線の黄色い車両に対して丸の内線には真っ赤な車両が走った。丸の内線のラインカラーが赤なのもこの車両カラーに由来するぜ。今度は赤ね。この赤色は、当時の英断総裁が世界各国を視察中に購入したイギリス製のタバコ、ベンソン&ヘッジスの缶の色に由来すると言われている。総裁お気に入りの色ってわけね。1956年、池袋駅から東京駅までが結ばれる。これにより池袋駅、東京駅間が山手線経由に比べおよそ8分短縮された。おお、これは池袋民に朗報。1957年には西銀座駅まで延伸。西銀座駅は現在の銀座駅だ。この延伸によって乗客数が爆発的に増加する。1954年度の1日平均乗降人員数が5万人。しかしその4年後の1958年度には、およそ20万人にまで一気に増えた。うわ、4倍も増えているわ。1959年、池袋駅から新宿駅まで結ばれたことで、当初計画された丸の内線全線が開通。ここに至るまで1951年の工事再開から8年もかかったぜ。ほんと大事業だね。ただ丸の内線はこれだけでは終わらない。え？どういうこと？丸の内線はその後新宿駅から荻窪駅までさらに伸びていくんだ。どうして伸びたの？当時、国鉄中央線の混雑率は 300% という限界を超えていた。え？混雑率 300% って想像もつかないわ。この混雑を緩和するために中央線と並行する路線として、荻窪駅まで丸の内線を伸ばす、ことが決められた。当時は荻窪線とも言われたが、開業は1962年。ここに分岐線も合わせ 27.4km に及ぶ丸の内線全線が開通となる。やったー、ようやく完成ね。では丸の内線の主要駅を紹介しよう。まずは池袋駅、JR、東武鉄道、西武鉄道そして東京メトロが、乗り入れる巨大ターミナル駅だ。東京メトロの路線も、丸の内線の他に有楽町線、副都心線の3路線が、池袋駅に乗り入れている。東京メトロだけでも3路線が乗り入れているってすごくない？2021年度の東京メトロ池袋駅の1日平均乗降人員数は40万3964人だ。もちろん丸の内線の中では最も乗降人員数が多い駅だぜ。続いては東京駅だ。東京駅を通る東京メトロの路線は唯一丸の内線だけだ。丸の内線の開通により池袋駅、東京駅間が山手線経由より早くなったことは先ほど解説した通りだな。うん、覚えてるわ。もう一つ、新宿駅と東京駅との間も JR と競合路線となる。ただライバルとなる JR 路線は山手線ではなく中央線で、新宿駅、東京駅間は JR の方がおよそ5分ほど早く着く。JR とは勝ったり負けたり、いいライバル関係のようね。ライバル関係でもあるが、一方のトラブルの際には振り替え輸送を行うなど助け合う間柄でもある。確かに、そういう関係性って大事だわ。続いては新宿駅。JR、京王電鉄、小田急電鉄、東京メトロ、そして都営地下鉄が乗り入れる巨大ターミナル駅だ。2017年には1日平均乗降者数およそ353万人を記録し、世界一乗降者数の多い駅としてギネスにも認定されたことがある。日本一ではなく世界一だというのが驚きだわ。そんな新宿駅を通る東京メトロの路線はただ一つ丸の内線だけだぜ。あれ？他にも地下鉄路線が走っていた気がするけど、新宿線、大江戸線という地下鉄が走っているが、いずれも都営地下鉄の路線だ。都営地下鉄の路線なのね。これまた複雑。続いては日比谷線、銀座線、丸の内線に次いで3番目に開業した路線だ。北千住駅から上野、銀座、日比谷、六本木と都内中心部を走り抜け、中目黒駅までを、
結ぶ路線だぜ。全線開業するのが1964年8月、東京オリンピック開催の2ヶ月前だ。ということは東京オリンピック開催に合わせて建設されたのかしら？霊夢の言う通りだ。当時都内は建設工事ラッシュが続いていた。オリンピック会場の建設から道路の整備、東海道新幹線の新設など東京オリンピックに向けた工事が至るところで行われていたぜ。そんな中、日比谷線も急ピッチで建設されていった。うわ、それは大変。東京オリンピックに間に合わなかったら格好悪いしね。また日比谷線の建設には、当時すでに輸送力の限界に達しつつある銀座線の混雑緩和という目的もあった。特に東急東横線からの乗客を渋谷駅から中目黒駅経由の日比谷線へと転移させる狙いを持って、当初から相互乗り入れが計画されたぜ。一方で北千住駅においても東武伊勢崎線との相互乗り入れが計画された。いわゆる相互直通運転だね。今でこそいろんなところで見られる他社線乗り入れだが、当時としては、世界的にも初の試みだったんだ。へえ、そうなんだね。日比谷線で最初に開業した区間は南千住駅、中御徒町駅間だ。営業開始は1961年。翌年1962年には北千住駅、人形町駅間が開通。この開通とともに東武伊勢崎線との相互直通運転が始まるんだ。相互直通運転の効果はあったの？効果は終わりだぜ。伊勢崎線沿線の開発が進み、大規模住宅団地がいくつも作られた。乗り換えなしで都内中心部へ移動できる利便性が人気の理由だ。いわゆるマンモス団地ってやつだね。1963年、東銀座駅まで延伸。しかし東銀座駅から先、霞ヶ関駅までの工事が東京都の地下道路建設とぶつかり後回しに、されることになる。うわ、日比谷線の工事だって急いでるのに、後回しにされたんだね。そこで霞ヶ関駅、中目黒駅間の工事を先に進めて、1964年に部分開通させることにした。1964年といえば、もう東京オリンピック開催の年だわ。急がなきゃ。そしていよいよ後回しにされていた東銀座駅、霞ヶ関駅間が同年8月に開通。ついに日比谷線全線が開通する。日比谷線工事にかかった工事費は636億円。当初予算の2倍近くもかかったぜ。きっと人件費とか材料費が相当上がっていったんだろうね。また日比谷線全線開通とともに東急東横線との相互直通運転が始まったぜ。注目の相互直通運転ね。ところで、日比谷線にはどんな車両が走ったのかしら？日比谷線にはセミステンレス製車両が投入された。そしてその車体の色から日比谷線の路線カラーはシルバーとなる。黄色、赤と続いてシルバーというのはちょっと地味な感じがするわね。東武鉄道並びに東急電鉄がステンレス製車両を走らせていたからな。なるほど、あまり派手にはできないわね。ただ、2013年、東急東横線は日比谷線との相互直通運転を終了した。それと引き換えに東急東横線は、東京メトロ副都心線との相互直通運転を始めているぜ。あら？東急東横線と日比谷線はあんまりうまくいってなかったのかしら？当時日比谷線の車両は、18メートルの3扉車だったので東横線に設置予定のホームドアの、規格に合わないという理由があったようだ。一方で東武鉄道との関係はどうなのかしら？東武鉄道との関係は良好だ。直通運転区間を延長し、東武日光線南栗橋駅まで到達しているぜ。南栗橋駅というのは埼玉県東部に位置し、都心からはおよそ 50km ほど離れているが、近年は都心方面のベッドタウンとして開発され、人口増加が見られる地域だ。へえ、東武鉄道とはいい関係だね。ではここからは日比谷線の主要駅を紹介していくぜ。最初は北千住駅だ。日比谷線の起点となる駅ね。北千住駅は JR、東京メトロ、東武鉄道そして首都圏新都市鉄道つまりつくばエクスプレスが、乗り入れる日本有数のターミナル駅なんだ。北千住駅がそんなに大きい駅だなんて知らなかったわ。だから乗降人員数も日比谷線の中で一番多い。ちなみに隅田川を挟んで位置する北千住駅と、南千住駅は地上駅だ。続いては日比谷駅だ。霞ヶ関駅と銀座駅との間にある駅で、路線名にもなっている駅だ。近くには皇居や皇居外苑もあり、当初はそれに準じた駅名も検討されたようだぜ。皇居前駅とかかな？しかし当時の政府や宮内庁から NG が出されたため日比谷駅という駅名に落ち着いた。この日比谷駅は東京オリンピック開催までに完成させようと超特幹工事で作られたぜ。警視庁協力のもと、午後10時から翌朝6時まで周辺道路を通行止めにして工事を進め、なんとか間に合わせたんだ。うわ、警察の人も大変。続いては中目黒駅だ。東急東横線の中目黒駅を改良して、東京メトロ日比谷線が乗り入れられるように作られた駅だ。日比谷線に乗れば東京都心へ行けるし、東急東横線に乗れば横浜方面にも行ける。交通の便はいい場所だ。なるほど、だから中目黒は住みたい街ランキングに、いつも登場するのかしらね。
そんな中目黒駅は1965年以来、4度も鉄道事故を起こすという黒歴史も有している。2000年に起きた列車脱線事故に至っては死者5名を出す大惨事に至った。もう二度と事故を起こしてほしくはないわね。ということで東京メトロ全線徹底解説パート1と題して、銀座線、丸の内線、日比谷線を解説してきたがどうだった？東京の地下鉄の始まりや、どんな風に路線が伸びていったのか分かって面白かったわ。時代的には、戦前の地下鉄の誕生から東京オリンピック開催に至るまでの時期を、扱ったことになる。日本がまさに高度成長の時代を迎えようとしていた時代だ。そして東京メトロも時代とともにますます進化し複雑化していくぜ。うわ、続きも楽しみだわ。では次回東京メトロ全線徹底解説パート2をぜひ楽しみにしておいてくれ。わかりました。また銀座線、丸の内線、日比谷線を利用している、あるいは利用したことがある方は、ぜひコメント欄で感想を教えてください。コメントお待ちしています。ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録とグッドボタンを、ポチッとしてくれたらとっても嬉しいぜ。よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。さて今回はこの前あった、東京メトロ全線徹底解説のパート2だ。確か前回は銀座線、丸の内線、日比谷線だったわね。とても面白かったわ。今回は東西線、南北線、有楽町線の3路線が登場するぜ。これまた楽しみだわ。それでは早速行ってみよう。レッツゴー。東京メトロで4番目に誕生した路線が東西線だ。全線開通は1969年。東京都中野区の中野駅から、千葉県船橋市の西船橋駅までを結んでいる。東京メトロなのに千葉県まで走ってるのね。東京メトロの中で千葉県を走る路線は、唯一この東西線だけだ。ラインカラーはスカイブルー。どうしてこの色になったのかしら？この色はタバコのハイライトの色から採用されたと言われているぜ。そのため当時の営団内ではハイライトブルーと呼ばれていたんだ。確か丸の内線の車両カラーもタバコのパッケージから来てなかったかしら？東京メトロのラインカラーにはちょいちょいタバコが出てくるわね。そうだな、丸の内線についてはぜひ、東京メトロ全線徹底解説パート1を見てくれよな。ところで東西線はどうして作られたのかしら？混雑激しい国鉄中央線、総武線のバイパス路線として、東西線は計画されたんだ。時まさに東京オリンピックを迎えようとしていた時代だ。都内の人口はものすごい勢いで増えていったんだろうね。1964年12月、まずは高田馬場駅から九段下駅間が開業する。この区間は他の地下鉄路線とは接続しない独立した区間として建設されたため、車両を他の路線から運ぶことができなかった。じゃあ、一体どうやって車両を地下路線に運んだのかしら？トンネル上部を開けて車両を吊り下ろす方法で地下路線に搬入されたんだ。すべての車両を搬入するのにかかった日数は1ヶ月半だ。うわ、それは大変。1966年3月、高田馬場駅から中野駅、そして九段下駅から竹橋駅までそれぞれ開通。また中野駅を通じて国鉄中央線、荻窪駅までの直通運転が開始された。この時はまだ営団からの肩乗り入れだった。同年10月、竹橋駅から大手町駅間が開通。このタイミングで国鉄車両も東西線に乗り入れを開始し、相互直通運転が実現する。荻窪駅から大手町まで乗り換えなしで行けるようになったってことね。そうだ。こうして東西線は中央線のバイパス機能を果たすようになり、同時に大手町駅で丸の内線と連絡することで、利便性が大いに向上していったんだ。大手町駅と接続した効果はでかいね。1967年、大手町駅から東陽町駅間が開通。東陽町駅は江東区を代表する駅の一つだ。中央線との相互直通運転区間も東陽町駅まで延伸したぜ。1969年、東西線は東陽町駅からさらに東へ延伸。西船橋駅まで結ばれ、ようやく東西線が全通。これによって総武線のバイパス路線としての役割も果たすようになる。やったー、ようやく全線開通ね。この延伸区間のうち、南砂町駅付近から西船橋駅にかけてのおよそ14キロは、高架線として建設された。地下じゃなく地上を走る地下鉄路線。また西船橋駅から東陽町駅間を、ノンストップで走る快速列車の運転もこの時始まった。地下鉄としては日本で初めての快速列車だ。ちなみに現在の快速は途中、浦安駅に止まる設定となっているぜ。その後、2000年に至るまでに西葛西駅、南行徳駅、明田駅の3駅が新設された。ところで東西線はいつも混雑している印象があるんだけど？実際、東西線は日本の地下鉄の中で、最も輸送人員が多い路線だ。その東西線の中で最も混雑する区間が、木場駅から門前仲町駅間だな。コロナ禍以前の2019年度データによれば、この区間の混雑率は 199% を記録。地下鉄のみならず日本の鉄道路線の中で最も混雑している路線だ。じゃあ、定員のおよそ2倍じゃない。ちなみに2021年度同区間の混雑率は 128% だ。コロナ禍においても依然として、混雑しているのにはびっくりだわ。
では、東西線の駅をいくつか紹介しよう。まずは中野駅。東西線の起点となる駅ね。もともとあった国鉄の駅に営団地下鉄東西線が乗り入れる形で開業した駅だ。現在でも JR 東日本と東京メトロが共同で使用している。管轄は JR 東日本だ。また駅構内は複雑な配線となっているため、時間帯や列車によって発着ホームが異なる場合があるんだ。そのため一本乗り遅れたら違うホームに移動する必要が生じる場合もあるぜ。よく案内板を見て確認しないといけないわね。続いて西船橋駅。通称、西船だ。今度は東西線終点駅ね。西船橋駅を通じて、JR 総武線そして、東洋高速鉄道と相互直通運転を行っている。西船橋駅には他にも JR 武蔵野線、京葉線が乗り入れ、利用者数は千葉県内で一番だ。最後に大手町駅だ。大手町といえば日本を代表するオフィス街だ。その大手町駅には東西線の他に、丸の内線、千代田線、半蔵門線、そして都営地下鉄三田線が乗り入れている。大手町駅は、東西線どころか東京の地下鉄を代表する駅だね。そんな大手町駅は新たに路線が繋がるたびに、駅のホームが深い位置に作られていくんだ。一番浅い駅ホームは丸の内線の地下1階。丸の内線は銀座線に続いて、2番目にできた路線だったね。最も深い駅ホームは半蔵門線の地下3階だ。東西線ホームはその中間、地下2階にある。ちなみに東西線のホームが JR 東京駅に最も近い位置にあり、複数の地下通路で東京駅と繋がっているぜ。東京駅とも繋がっているだなんて、それはもう最強だわ。続いては東京メトロ南北線。東京都品川区の目黒駅から北区にある赤羽岩淵駅までを結ぶ路線だ。全線開通は2000年、東京メトロでは8番目にできた路線だぜ。東京メトロの歴史の中では随分最近に誕生した路線だね。霊夢の言う通りだ。南北線の後に開業する東京メトロの路線はあと一つ、副都心線を残すのみとなる。とはいえ南北線の路線計画そのものは1960年代にはすでに存在していたんだ。北区による地下鉄誘致がその発端となっているぜ。北区？当時の東京都北区の状況といえば、国鉄赤羽駅の1日あたりの乗降人員数が、すでに10万人を超えていた。そこに公営団地の建設も進められていたんだ。なるほど。このまま団地が完成したら、赤羽駅はもうパンクしちゃうってわけね。そうだ。そこで北区が地下鉄の誘致を始めることになる。しかし、予定されていた車両基地建設をめぐって、周辺住民から大きな反対運動が起こり、この問題を解決するためにおよそ20年近くもの歳月がかかり、当初計画から路線開業に至るまで大幅に遅れたというわけだ。実際に工事が始まったのはいつなの ?1986 年だ。途中部分開業を経ながら2000年、ようやく全線開通に至る。結果的に後発路線となった南北線は、全体的に地中深い位置を走ることになった。もう深い位置にしか地下鉄を作るスペースがなかったわけだね。ところで南北線という路線名はどうやって決まったの？南北線という路線名は、当時の営団職員からの社内公募で決まった。またラインカラーはエメラルドグリーンだ。沿線に点在する庭園をイメージして採用された。そんな南北線の一番の特徴は、全駅にホームドアが設置されていることだな。そして目黒駅を除いた18駅に、6色のステーションカラーを3駅ずつ、配置しているのも南北線ならではの特徴だ。ホームドアの扉部分やエスカレーターの手すりのほか、ベンチなどがその駅のカラーで統一されているぜ。あら、カラフルでいいね。アイドルの推し活にも使えるわね。では、そんな南北線の駅をいくつか紹介しよう。まずは目黒駅だ。南北線の起点となる駅ね。目黒駅は東京メトロの他に、東急、都営地下鉄が乗り入れている駅だ。東急目黒線、新横浜線を経由して相鉄本線の海老名駅や相鉄泉野線の湘南台駅まで、相互直通運転を実施している。JR 山手線の乗り換え駅でもある。ちなみにそんな目黒駅の所在地は目黒区ではなく品川区だ。へぇ、思わず人に言いたくなるトリビアだね。続いては赤羽岩淵駅だ。この駅を通じて埼玉高速鉄道の埼玉高速線、通称埼玉スタジアム線と相互直通運転を、実施している。埼玉スタジアムといえば浦和レッズ、そして代表戦も行われるスタジアムだね。最後に紹介するのは白金高輪駅だ。白金高輪といえば高級住宅地、白金でね。その白金高輪駅から品川駅まで、南北線の延伸が実は計画されているんだ。開業予定は2030年代半ばだぜ。どうして品川駅なの？リニア中央新幹線のターミナル駅となる、品川駅へのアクセス向上を図るのが狙いだ。それは楽しみ、でももうちょっと先の話だね。1974年、東京メトロ6番目に誕生した路線が、有楽町線だ。全線開通は1988年、埼玉県の和光市駅から、江東区にある新木場駅間を結ぶ路線だ。南北線とほぼ同時期に計画されたが、有楽町線が先に完成している。有楽町線建設にはどんな狙いがあったのかしら？
有楽町建設一番の目的は、丸の内線の混雑緩和だ。丸の内線といえば、東京メトロで2番目にできた路線だったわね。古い路線だから、大きな車両を走らせることができなかったんだ。有楽町線は加えて、埼玉県西南部から都心への輸送力増強、中央区、江東区のウォーターフロント地域への利便性を図るために建設された。いろんな期待を担った路線なのね。そんな有楽町線は、営団として初めて路線名が一般募集されたぜ。反響はどうだったの？ 35,91 通の応募があり、2,519 種類もの路線名候補が上がったぜ。大盛り上がりだね。その時の得票数第1位だったのが麹町線だ。麹町線？一方で有楽町線や有楽線など、有楽町に関する名称が多かったこともあり、最終的には有楽町線に決定した。そんな有楽町線はまず、どの区間からスタートしたのかしら？最初に開業したのは1974年、池袋駅から銀座一丁目駅間だぜ。まずは主要区間を一気に攻めたのね。ただその後がなかなか進まなかった。1980年、銀座一丁目駅から新富町駅まで延伸開業。1983年、池袋駅から営団なります駅間が開業する。ちなみにこの区間の工事着手は1972年だ。うわ、完成まで11年もかかっているけど、どうしてなの？当時施工を予定していた道路建設への反対運動が起こり、有楽町線の工事も中断せざるを得なくなってしまったんだ。住民の理解なくしては工事はできないものね。1987年、ようやく和光市駅まで到達する。一方で同時期に行われていた、新富町駅から新木場駅間の工事も完成。こうして1988年、有楽町線全線が開通した。滑り出しは順調だったのに、いろいろ大変だったんだね。そんな有楽町線建設当時に誕生したのが、路線別のラインカラーだ。当時、都内を走る地下鉄路線は、営団、都営合わせて7路線にまで増え、すでに複雑なものになっていた。ふむふむ。そこで1970年、営団は都営と協力して路線別のカラーを決めることにしたんだ。ちなみに有楽町線のラインカラーは何色かしら？有楽町線のラインカラーはゴールドだ。有楽町の街のイメージから来ている。うん、確かに有楽町にはゴールドが似合うわね。そして有楽町を走る車両にも、ゴールドを模して黄色の帯が配されている。この色は一応ゴールドってことなわけね。では、ここで有楽町線の駅をいくつか紹介しよう。まずは有楽町駅。路線名にも採用されている、まさに有楽町線を代表する駅だ。有楽町といえばおしゃれな街というイメージがあるわ。銀座や丸の内が徒歩圏内にあり、とにかく都会のど真ん中にある駅だ。一度改札を出ないといけないが、日比谷駅とは地下通路で連絡していて、日比谷線、千代田線、都営三田線との乗り換え駅でもある。JR 山手線と京浜東北線との乗り換えもできるぜ。立地よし、乗り換え機能性抜群。まさに路線名になるべくしてなった駅だわ。続いて小竹向原駅だ。池袋駅の3駅隣、東京都練馬区にある駅だ。この駅は西武鉄道と共同で使用しているんだ。ということは、西武鉄道が走ってるわけ？そうだ。加えて東京メトロ副都心線も走っているぜ。うわ、もう何が何だかわからなくなってきたわ。そう、小竹向原駅は乗り換えが複雑すぎる駅として知られているぜ。埼玉県の和光市駅に行く電車があるかと思えば、西武有楽町線経由で、練馬方面に行く電車も走っている。一方で、都心に向かっては有楽町線の新木場駅に向かう電車があるかと思えば、副都心線の渋谷駅方面に向かう電車も走っている。しかも副都心線は東急東横線に乗り入れているから横浜まで行き着くぜ。新木場に行こうと思ったら横浜まで行ってしまう可能性もあるのね。そういうことだ。うん、複雑すぎる。最後は新木場駅だ。有楽町線の終点駅ね。この駅では JR 京葉線と東京臨海高速鉄道、臨海線に乗り換えができるぜ。元は巨木樹や製材業で発展してきた地域で、1980年代までは鉄道空白地帯だったんだ。しかし、有楽町線を皮切りに JR 京葉線、臨海線が開業し、今や鉄道交通の要所となっているぜ。ここからお台場に行けるんだよね。そうだな。平日は主に通勤通学客で混雑し、休日には東京ディズニーリゾートや、お台場へ向かう行楽客で賑わっている。まさに有楽町線建設の狙い通りになったね。ということで、東京メトロ全線徹底解説、パート2だったが、どうだった？ただでさえ複雑なのに、他社線との直通運転で複雑さに拍車がかかってきたわね。今日紹介した3路線ともに、相互直通運転を実施しているからな。でも、東京メトロのラインカラーを決めたのはナイスアイデアだね。路線別に色分けされたことによってだいぶわかりやすくなったことだろう。しかし東京メトロはもう一段路線を増やしていくぜ。うわ、まだまだ増えるのね。それについてはパート3のお楽しみだ。わかりました。今回紹介した東西線、南北線、そして有楽町線を利用しているまたは利用したことがある方は、ぜひコメント欄で感想を教えてくれだぜ。コメントお待ちしています。ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録とグッドボタンをポチッとしてくれたらとっても嬉しいぜ。よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。
ゆっくり霊夢だよ。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ聞いてよ。この間千代田線に乗ったんだけどさ、人多すぎでしょあれ。駅に着くたびに大量の人が乗ってきて、息ができなかったわ。それは災難だったな。まあ時間帯によってはそういうこともあるよな。東京メトロの駅って1日あたりの利用者数はどれくらいなの？それは駅によって様々だぜ。例えば渋谷駅、東京メトロの駅の中で乗降客数1位を誇る駅で、1日あたり60万人ほどが利用するんだ。東京メトロだけで60万人、そりゃ混雑もするわよね。しかし、1万人台の駅や、数千人の駅も存在するんだぜ。渋谷駅の 1、2% じゃない。同じ東京にあるのにすごい格差ね。例えば何駅がそんなに少ないの？それが、今回の動画のテーマだ。今回は、東京メトロの乗降客数ランキングでワースト10に入ってしまった、悲しきマイナー駅について紹介していくぜ。面白そう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。10位は、中野新橋駅だ。中野新橋駅は、東京都中野区にある、丸の内線の駅で、1日の乗降客数は、16,789人だ。いきなり1万人台ね。中野新橋の乗降客数が少ない理由としては、いろいろ微妙なことが考えられるな。微妙？どういうこと？例えば利便性だ。丸の内線は池袋を起点とし、中野坂上で荻窪方面と方南町方面に、分岐をするんだ。分岐がある東京メトロの路線なんて初めて聞いたわ。東京メトロでは丸の内線だけだな。やっぱり、分岐があるから、新宿や池袋に行くには中野坂上で乗り換えなければならないんだ。一本では行けないの？行けないこともないぜ。通勤時間帯は一本で行ける電車も多いんだ。しかし、20時以降は中野坂上での乗り換えがほぼ必須になるんだ。なるほど、それはちょっとめんどくさいね。だから利便性を重視する人は中野坂上に住む傾向があるんだ。そりゃそっちの方がいいわよね。次に、住みやすさ。中野新橋も近くにコンビニやスーパーなどはあるが、方南町の方が圧倒的に周辺の施設は充実しているんだ。つまり、そのあたりに住む場合、利便性を追求するなら中野坂上、住みやすさを追求するなら方南町に住むのがよく、わざわざ中野新橋に住む理由は、あまりないんだ。強いて言うなら完成であることくらいよね。これと同じような理由で、お隣の中野富士見町駅も9位にランクインしてるぜ。1日の乗降客数は 15,590人だ。位置も隣でランキングも隣なのね。参考までに聞くけど、方南町と中野坂上はどれくらいなの？方南町は32,003人、中野坂上は59,580人だ。多いとは言えない人数だけど、中野新橋や中野富士見町と比べるとかなり多いわね。方南町にも中野坂上にも勝っている要素が何かあればいいが、現状ではないから、差をつけられるのも仕方ないかな。かわいそうに。それじゃあ、8位の発表に移るぜ。8位は、上野広小路駅だ。上野広小路駅は、東京都台東区にある、銀座線の駅で、1日の乗降客数は、15,535人だ。でも上野広小路って場所的にはかなりいいんじゃない？そうだな、上野までは徒歩5分だし、東京の中でもかなり都会にあるな。そんないい場所にあるのになんでそんなに乗降客数が少ないの？いい場所にありすぎるからだな。どういうこと？まず、上野に近いと言ったが、上野駅にも銀座線は通っているんだ。だから、銀座線を使うときに上野ではなく、わざわざ上野広小路を使うことは、あまりないんだ。その他にも、JR 線の御徒町駅、東武まで直通する日比谷線の中御徒町駅、小田急線や常磐線にも直通する、千代田線の湯島駅など、便利な駅が周辺にたくさんあり、それらに利用客を取られてしまっている。なるほど、便利すぎてもダメなんだね。ただ上野広小路にもいいところはあるぜ。上野公園でイベントがあった場合や他社路線が遅延した場合、上野駅が大混雑する場合がある。その場合、上野広小路駅を使えば混雑を回避できるぜ。上野から5分歩くだけで混雑を回避できるならいいわよね。銀座線を使う場合、こういった利用方法もあるんだ。でも上野駅が混まないと価値を発揮できないのは悲しいね。まあ、そうだな。それじゃあ、7位の発表に移るぜ。どんどん行くわね。7位は、雑司ヶ谷駅だ。雑司ヶ谷駅は、東京都豊島区にある副都心線の駅で、1日の乗降客数は、15,016人だ。この駅はなんでこんなに少ないの？雑司ヶ谷の場合はシンプルで、何もないからだな。ひどい言われようね。周辺に池袋や、高田馬場、早稲田などの街はあるが、どれも絶妙に遠くて、駅周辺はそこまで栄えていない。雑司ヶ谷で都電荒川線に乗り換えれるが、荒川線は赤字路線となっており、あまり需要がないんだ。これらが雑司ヶ谷の乗降客数が少ない理由かな。確かに都電荒川線ってほとんど乗ったことないわね。ただ、雑司ヶ谷は住むにはいい場所だぜ。池袋や高田馬場も近くはないが、徒歩20分程度と歩ける距離ではあるし、いい意味で栄えていないから、完成で住みやすいんだぜ。なるほど。
遊び行くにはいまいちだけど、住むにはいいってことか。そういうことだな。ただ、雑司ヶ谷の近くには岸母神堂があるから、観光するのもありなんだぜ。行ってみたいけど、若者が遊びに行くようなところではないね。そうか？私は結構好きだぞ。6位は、本駒込駅だ。本駒込駅は、東京都文京区にある南北線の駅で、1日の乗降客数は、14,051 人だ。駒込ねえ、山手線の中でもマイナーな駅よね。そうだな、駒込、田端あたりの駅は山手線の中でもかなり乗降客数が少なく、かなり人気のない地域となっているぜ。地域自体があまり栄えていないから、本駒込駅も利用客が少ないのかな？そういう認識でいいと思う。ただもう一つ原因があるとも考えられる。その原因とは、南北線自体の不人気だ。南北線って嫌われてるの？嫌われているわけではないが、あまり便利な路線ではないから好かれてはいないな。例えば丸の内線の場合、東京、新宿、池袋などの大きなターミナル駅を5つも通る。しかし南北線の場合、通る駅の規模が全体的に小さく、ターミナル駅と言えるのは、せいぜい永田町くらいなんだ。確かに赤羽岩淵の方にはあまり馴染みのない駅が並んでいるね。その辺の駅は後で取り扱うから、楽しみにしておけよ。やっぱランクインしてるのね。話を戻すようだけど、本駒込の良さって何かあるの？本駒込も雑司ヶ谷みたいに周辺に色々あるんだ。北の方には陸園、南の方には東京大学、西の方には小石川植物園、東の方には谷中銀座など、観光するところはたくさんあるいい街なんだぜ。ただ、これまた雑司ヶ谷みたいに全部絶妙に遠いんだぜ。でもどれも歩ける距離ではあるし、閑静な街だから、住むにはいい街なんだ。またこのパターンね。それじゃあ、5位の発表に移るぞ。いよいよ折り返し地点ね。5位は、稲荷町駅だ。稲荷町駅は、東京都台東区にある銀座線の駅で、1日の乗降客数は、13,537 人だ。あれ、この辺の地図さっき見たわよ。そう、稲荷町は上野広小路とともに上野を挟む駅なんだ。じゃあ稲荷町も上野に利用客を取られるせいで乗降客数が少ないの？多分そういうことだな。ただ上野広小路みたいに、すごい近くにたくさん駅があるわけではないから、もっと利用客がいても良さそうだけどな。まあでも上野の中心地からは離れてそうだし、利用客が少ないのも仕方ないんじゃない？まあ稲荷町の場合中心地から離れてる上に、住宅地でもないから、利用客が伸び悩んでるのかもな。立地では本駒込とかよりもいいはずなのに、住宅地ではないから、利用客では負けてるのかもね。かもな。ちなみに稲荷町のいいところとかはあるの？上野広小路と同じで、混雑回避ができることくらいだな。あと、駅前に交番があるところもかな？それはいいところなの？いいところってことにしておこう。それじゃあ、4位の発表に移るぜ。強引に話を進めたわね。4位は、白金台駅だ。白金台駅は、東京都港区にある南北線及び都営三田線の駅で、1日の乗降客数は、12,946 人だ。乗り換えがある駅なのにランクインしているのね。目黒から白金高輪までは南北線と三田線は並走してるんだ。でもマリサ、白金って有名なところじゃなかった？そうだな、その辺りに住む人は白金瀬と呼ばれていて、セレブの代名詞とされているんだ。そんな通り名がつくくらい、白金台は有名な高級住宅街なんだぜ。有名な住宅街だし目黒にも近いから、もっと利用客がいても良さそうなのに。ただ、白金台の場合は高級住宅街だからな。セレブたちは電車ではなく自家用車を使うんじゃないか？ああ、なるほどね。それに、目黒に近いとはいえ、白金台は住宅ばっかりだから、観光需要はほとんどないんだ。本当に住む専用の街って感じなのね。ただ、言わずもがなだが、白金台は住むには快適な超上品な場所だから、ある程度の収入を得るようになったら、住んでみるといいと思うぜ。いつか私も、ゆっくり白金瀬ですって言ってみたいわ。どんな自己紹介だよ。それじゃあいよいよ、ベスト3に入るぜ。ついに来たわね、楽しみ。3位は、下駅だ。下駅は、東京都北区にある南北線の駅で、1日の乗降客数は、11,997 人だ。さっき言ってた、南北線の赤羽岩淵寄りの駅だね。ここの乗降客数が少ない理由は、やはり立地だろうな。近くに赤羽があるとはいえ、東京の外れにあることは事実だし、東京都民にとってもあまり馴染みのない地域だからな。確かに今までの駅はなんとなく聞いたことあったけど、下なんて駅は初めて聞いたわ。でも、下は結構住むにはいいんだぜ。徒歩圏内に赤羽があるし、近くに川やゴルフ場もあるから景観もいい。そしてなんといっても家賃が安いんだ。今まで紹介してきた駅の家賃相場は、どこもワンルームで8から9万。
白金台だと12万ぐらいだったが、下の場合なんと6万円台なんだぜ。東京の外れにあるってだけでそんなに安くなるのね。外れにあるとは言っても赤羽も近いし、都心へのアクセスもいいから、庶民にはかなりおすすめの街なんだぜ。白金伊勢になる前にまずはここに住んでみようかしら。白金伊勢しつこいな。それじゃあ、2位の発表に移るぜ。2位は、桜田門駅だ。桜田門駅は、東京都千代田区にある有楽町線の駅で、1日の乗降客数は、11,224 人だ。千代田区って東京の中心地よね。しかも桜田門って名前は馴染みがあるわ。本当にそんなに少ないの？どうやらそうらしい。桜田門も上野広小路の仲間で、周辺駅に利用客を取られているんだ。複数の乗り換え路線がある、霞ヶ関、日比谷、有楽町に利用客を取られている。ちなみにその3駅の1日の乗降客数は、どれも約10万人ずつなんだ。ってことは、概算だと、その辺の駅を使う人が1日に約30万人いるのに、桜田門を使う人は1万人しかいないってこと？そういうことだな。いや人気なさすぎでしょ。いくら周辺の駅が便利だとしても、ここまで少ないのは意外だったな。この人気のなさはあまりにもかわいそうだから、何かいいところ紹介してあげてよ。桜田門のすぐ近くには、警視庁、国土交通省、井伊家の屋敷跡など、様々な見どころがあるぜ。まあ、霞ヶ関からでも数分歩けば行けるが、これらの場所は桜田門の方が近いぜ。警視庁とかを見学に行く人は、ぜひとも桜田門駅を使ってあげてほしいわね。よし、いよいよ第1位の発表だ。ついにこの時が来たわ。東京メトロで最も乗降客数が少ない駅は、この駅だ。1位は、西ヶ原駅だ。全く聞いたことない駅だわ。西ヶ原駅は、東京都北区にある南北線の駅で、1日の乗降客数は、なんと、7311人だ。まさかの4桁。今までは順位が1上がるにつれて約1000人ずつ乗降客数が減っていったけど、西ヶ原は2位の桜田門と比べて4000人も少ないんだ。ぶっちぎりじゃないの？なんでこんなに少ないのさ。まず立地が挙げられるな。下と同様東京の外れにあるから、都心ほど人の誘導が活発じゃないんだ。それに、下の場合はすぐ近くに駅はなく、赤羽までも徒歩15分と、少し離れているが、西ヶ原の場合、すぐ近くに上中里と王子という2つの JR 駅があり、それらに利用客を取られているのも、特に少ない原因なんだ。立地がそこまで良くないことと、近くに駅があることという、2大要素が揃ってしまったのね。2つ揃ったのは、西ヶ原が初かもな。それで、西ヶ原にいいところはあるの？やはり、家賃は下と同じくらい安い。ただ、住みやすさで言ったら、赤羽が近くにある下の方が上だと思う。西ヶ原は下の劣化版って感じかな。ひどいこと言うわね。申し訳ない。というわけで、東京メトロの乗降客数ワースト10を紹介してみたが、どうだったか？あまり馴染みのない駅についていろいろ知れたから、楽しかったわ。こうやって動画で紹介したものの、百聞は一見にしかず、休日とかにこういうマイナーな駅に実際に行くと、もっと面白いかもな。普段行かないところに行くのは旅行感があっていいわよね。次の土日、一泊二日で西ヶ原旅行しようかしら。将来の白金伊勢のために下見もいいわね。お、そうだな。それじゃあ、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったら、チャンネル登録と高評価してくれると、嬉しいんだぜ。よろしくお願いします。それでは、ご視聴、ありがとうございました。